あいつモサだな。頼む。やった、危ねえ。脳筋ゴリゴリ。あ、どこだ。やったぞ。5ヘル取ったり。焦ればいい。はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでね、本日もバッドランダーズやっていこうと思うつったらさ、画面に唾がめちゃめちゃ飛び散った。ビャー、汚い。ということで、現在の時刻はですね、7月の10日土曜日18時29分ということで、もうめちゃめちゃギリギリに撮ってますと。まあ、この動画を撮り終えてね、さっさと、まあ、軽く編集して、でも、ポーンと載せていくと。で、今日はですね、まあ、土曜日ということで、まあ、生放送も控えてるので、まあ、ちゃちゃっとやっていきましょうか。で、今回ですね、まあ、防具類はいつもの通り、まあ、いつものセットプラス、こちらですね、ショットガン、最強の SGA12 を作ってまいりましたと。で、こちらですね、関節破壊、アーマー破壊。まあ、これで、まあ、ダメージ量を、まあ、アップさせまして、浮遊式銃管。三射範囲が 10% 減少する。で、ここにも破壊射撃つけても、敵のアーマーゴリゴリ削っていくのと、それとですね、白輪弾と、もうこれでアーマーも涙目。敵のアーマー涙目。で、麻酔弾ですね。命中すると12秒間移動速度を下げる。まあ、これでね、しっかり、まあもう雲の糸で張って、まあアメイジングスパイダーマンをしたところで敵の動きを鈍らせて2発で仕留めていく。さらに正面衝突。まあもうこれでね、 ADS はできないんですけど、もう無敵のパワーを勝ち誇る。無敵のパワーを得るということですね。で、まあ、22発は金玉持ってって、まあ残りはね、こちらの紫弾でやっていこうかなと思います。はい。まあそんな感じですね。まあ今日も今日とて、レッドビーチベースやっていこうか。まあこんだけゴリゴリで行くんだからな。まあさすがに頼むよ、敵さん。モサと当たりたい。本当にさ、まあでも今日土曜日だからさ、で、この時間でしょ？いや、ワンチャンモサだらけですね。まあ平日の昼間とかさ、まあ全然モサいないんですけど、この時間はかなり期待ができると。さあやっていこうか。トイレからのスタート。おい、なんか今誰か流しただろ、トイレ。俺もトイレ入りて。おい、トイレ入らせろ。で、これまさかさ、さすがにこれさ、男子トイレだよな。あ、男子トイレこれ。え、これ何ここ？これ何？これなんだよ。今のなんだよ。ここどこ？これ女子トイレか？男子トイレでした。あっぶな。ちょっと入るわね。私はお釜だからいけるわ。女子トイレも落ちるもの。何もなしと。悲しい。なるほどね。女性トイレはこういう風になってるのか、把握しました。一番大事なのは、バッドランダーって。この構造。女子トイレと男子トイレの構造をしっかり知らないとみんな死ぬぜ。は、怖っ。いきなりうるさいよ。マジで。黙れよ。うっせえ、うっせえ、うっせえな。しっかりクリアリングしていくぞ。くにゃくにゃ、いるね。ちょっとここ歩いていこうか。歩いてるとね、マジね、後ろの敵気をつけなはれや。怖すぎ。さあ、黄色い箱がある。敵の足音しますね。とりあえず開く。OK！ あああ危な。ここは一旦逃げる。あぶねえ。怖すぎる。あぶな。敵さんやるね。だが俺は自動速度。回復速度めっちゃバケモンだぜ。さあ、このバケモン VS 敵。どうする？あいつモサだな。頼む！
やった、危ねえ。脳筋ゴリゴリ、脳筋ゴリゴリ、脳筋ゴリゴリって何、脳筋ゴリゴリアタック大成功。あっぶな、待てよ、もうアーマーめっちゃ削れたやんけ、クソエイムオツ、あっぶな、マジでガチで危ねえ。来てる、来てます、来てます。まあ、とりあえず下だね。うーわ、めっちゃしんどいやけ。うまいうまいうまい。まあ割とうまい。うん、全然うまくない。うまくありませんでした。さあ、嘘ついたわ。しょぼ、相変わらずしょべえな。あ、どうかしてるぜ。11発ありゃいけるでしょ、とりあえず。ちょっと金玉つけていこう。怖いからね。怖ない、まだあっちか、なるほどね、この辺の戦闘は終わってるの。とりあえず歩いていこうか、サイレン咲いてんでな、こっちとらいますね。どこ行った、敵はいずこへ。あ、どこだ、やったぞ、ゴヘル取ったり、あせーばい。やったぜ、これはうまい、うまいうまい、ビャーうまい、ギャーうまい、レベル5セキュー、サイレンスまで持ってんじゃん、ありがとう、俺のためにすまねえな、マジでセンキュー。ああよかった勝てて、あー、ぶねえ、危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 ねえな、つうことでしっかり回復していこうか。はい、回復、救急パックマキマキ、久しぶりの猛者だわ、久しぶりの猛者芝居立った、しっかりやったぜ、やったね、これはやったね。AKM 見てみよう。何ついてんのこれ。ああ、しょぼすぎ。まあ、AKM しょぼいんですけど、まあ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 。まあまあいいでしょう。何持って帰ろっかな。4倍スコープのこれか、やっぱり。あとはまあ、いっか。もういいでしょう。持って帰るもんがねえな。いや、これどうしよう。これ3000の価値あるから、まあ持っとくとして。いや、なんもない。もういいわ。もうええで。いや、さすがにもう、いい。もう帰る。俺帰るよ。あんた別に。さっさと帰るわよ。とりあえず AK 持っとく。AK に逃げた。やっぱさ、このさ、ショットガン使いに行きよ、俺。ごめん。ショットガン使いこなせない。まあ、でも今日はもう爆アドだからね。さすがにこれアドでしょ。金玉こんだけ使ったけど、まあ、2万2000円使ったんですけど、一発これ1000円なんで、で22発でしょ、で19発ってことは1万9000円使って、1万9000円を使って、レベル5セット購入したと。めちゃめちゃアドやんけ。さらに複合ヘルメットまで落ちてくると。完璧。完璧ですね。モーション補助。これ強いの知らんけど、知らん。捨てていいか、モーション補助。どうしよう、モーション補助って何、これ強いの、あ、これ強そう。ちょっと持って帰るか。4スコより、高値で売れればもう、バンバン剤。いつもさ、俺さ、忘れちゃうんだよな。青箱の鍵。ほら、こういう時に限ってさ、もう2つ目じゃん。ふざけんなよ。もういねえんじゃね？天下取ったり！このビーチの天下俺取ったね。これはさすがに。もう勝てるわ。てかもう3階から帰ろう。やったー！やったぜ、今回は爆アド、めちゃめちゃうまい。やっぱり土曜っていいわ、土曜最高。さっさ帰るか、帰らんやん。でさ、僕さ、最近ツイッター見てる方だったらわかるかもしれないんですけど、僕ね、ビータ買ったのよ、ビータ。 PS ビータって知ってますか皆さん。まあそんな流行らなかったゲームがあるんだけど、ビータ本体を買って、
今ね、あるゲームをやってるんですけど、まあもうめちゃめちゃ楽しい。けどさ、大人になって一つ気づいたことがある。ゲームする時間なさすぎて、くさ。こうやって動画も撮らないといけないしさ、生放送もしないといけないじゃん。で、ピータもやんないといけないでしょ。俺もう時間ねえんだよ。誰か時間くれって感じで。あ、マズルブレイ、奇跡。いや、もう持って帰れねえって。いや、もう悔しいな。内部損傷とか強いのかな、これ。よくわからん。まあ、いいや。帰ろうか。もう帰っていいよ、もう。もういいって。やったぜ。最後はしっかり AKM に持って。いやー、完璧ですね。まあ、今回はマジで勝った。うん。敵にも勝ったし、本当に恵まれた物資にも。アッセンキュー撃破に、ダメージ200。まあ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 、しょぼって思うじゃん。はい。推定値41,639ということで。いやー、爆破ですな。いや、これね、土曜のね、やっぱピーチャー違うね、皆さん。ぜひね、最強のショットガン真似して使ってみてください。5層でも余裕で解けるから、プゲアって言わせてやってください。それじゃあ、こんがりでした。じゃあな。